妹の沢子女王と立花音子は日本の旧皇族。北白川宮茂久王第一王女。立花種勝夫人。旧名は峰子女王。1911年5月6日、北白川宮茂久王とその日で、明治天皇の第七王女である、周宮房子内親王との間に第一王女として生まれた。 学生時代の学習院初等科から女子学習院においては高松の宮菊子妃と同級で仲が良かったという高松の宮妃や周囲からは峰様と呼ばれていた当初八塚忠氏との婚約が内定していたが後に破断1933年1月13日付で君二等法官賞を受賞1月17日に立花種勝のもとに降下した 夫、首相との間に二男一女がいる。AB、官方第1810号、昭和8年1月14日昭和8年区内庁、国時代14号、官方第849号、序任及び事例昭和4年10月28日、p 6 7 2十 i ウィキメディアコモンズには、立場の美猫に関するカテゴリーがあります。美猫女王に関するカテゴリー、ありがとうございます。